見聞集所、竹明と、吉間の傍らには、触れたる一人の王友見聞集は、官営後期に、三浦上心によって表された、江戸初期の世相や出来事を、主な話題とした、金蔵氏。全員10巻。三浦見聞集、慶長見聞集とも、上心の子孫の家に秘書として伝えられ、火星期の三浦義和の頃から電車に寄りるふ。 明治以降、本国が多数刊行されている。作中に、作品当時が、慶長19年と記載があるため、慶長の語が刊されることが多いが、これは、擬態で、実際の作品成立時期は、関英後期と考えられている。近年に至るまで、作品当時を、慶長19年と解釈したことに起因する混乱が、江戸時代研究関係各所で見受けられる。 著者名は、明記されていないが、牧後、花オ戸トに名はかかることに、三浦や、上心の名前に言及があり、また罰に当たる牧十、置いて小アっぱを友とすることに、清き心にあらざればという名前の分かち書きがあって、三浦上心の著書である。上心の著書の漢本の序には、沖縄や、十五万期三入道が表した。 見聞集三十二冊そぞろ物語二十冊の一部を別人が写して編纂し、そぞろ物語、北条五代記、見聞群章巡礼物語を刊行したという経緯が記されているが、これは議態で実際には前編、上心自身の著書と考えられている。なお、見聞集は写本で伝わっており、同書の序にはこの議態は用いられていない。序。 罰に始まり、作中にも、今を、慶長19年、自身を50歳余りとする記述があるが、現な官営の出来事への言及があること作中に記された、著者の情報から、作品当時が、官営12年以降と考えられること参照している、文献に、官営期に刊行された書籍が含まれていることから、これらは擬体であり、実際の成立時期は、 関営後期と考えられている。見聞集が参照している文献には、定金往来賞の関営8年版など、関営7から8年頃の漢本のある書籍がいくつか、含まれていることが指摘されている。渡辺森国、慶長見聞集と、同感賞は、そのことを指摘しながら、にもかかわらず、低金往来賞、初版は、関英八年版とされるがそれでは、 慶長見文集の転居として、いささか遅きに過ぎるかもしれない。実は、官営8年版には先行する一番があった、などとして、官営初年頃の漢本を参照したと、推測しているが、官営7から8年で遅いとする理由が特にない。二種は今、聞きしは、今で始まる初期江戸の風俗、出来事の話を中心とした130余りの、 話から構成されている。推定されている作品成立時期は官営後期です。見聞集の成立時期が官営期まで下ることは、すでに山崎美生、カ録ロク所の文政11年の北村節信の式後語に指摘されていたが、議体であることは明らかにされておらず、明治期以降でも成立時期を、継承19年とする解釈が、 一般的で、例えば1928年に、三田村演魚は、同好家を集めて開催した、臨行の場で、作中に、慶長19年に書いたという証拠があるとして、記載通りの成立を強く主張しており、その場で異論を述べる人もなかった。しかし、成立時期を、慶長19年と解釈したまま、見聞集を、江戸初期の文化、 風俗や出来事の年代を否定するのに使用したために矛盾、混乱が生じる例が多く、このため、見聞集を、後世、別人が、三浦上信の名を語って表した偽書であるとする、見方が少なくなかった。1987年に、大沢学は、三浦上信の著作中における、作品当時が、慶長19年との記載は、作品の成立時期を、 翌年の大阪夏の辞任以前と見せかけることによって、豊臣秀頼の命を助けてくださった家康公は、慈悲深いお方だといった源氏が皮肉と受け取られないように見せかけ、また、作品の成立時期を古く見せかけることで作者に対する幕府の干渉を免れる意図があり、実際の作品成立時期は、寛永18年より少し前と主張した。 水江蓮子も1988年の雑誌、日本歴史経済公、歴史手帳、三浦上信についてにおいて、大沢説を支持している。しかし最近でも、作品の成立時期を、慶長期とみなして、江戸初期研究の資料としても、いている例は、少なくない。吉原遊郭の解説時期については、教報年間に、正治勝富が記した、日本同胞語園に、 慶長の頃、江戸城下の友情屋は3.4箇所に分かれて営業しており、慶長17年に、昭治の先祖、昭治陣営門が願い出て、元那3年3月に許可を得、日本橋吹屋町に土地を貸しされて、同4年11月に、吉原町に遊郭が開かれた、とされていた。同書には、元吉原の町名として、江戸町、道二町目、京町、道二町目、 住町の紹介があった。しかし、県文集巻5、巻7に、本町、京町、江戸町、伏見町、境町、大阪町、墨町、新町、上谷町などの町名に言及があるため、慶長年間にすでに、吉原遊郭が開かれていたのか、早くから疑義が持たれていた。北村新説は、起由商欄、贈呈多形年表などの中で疑義を述べ、 慶長中と玄名の二度、回帰があったのではないか、と推測していた。また、音痴草書、ホラボ五園の解題が、慶長の頃には、まだそれほど有名ではなかったが、玄名に至って、著名になった、として事実上、玄名説を捨てて、慶長期に成立していたとみなすなど、違法同房五園の信憑性を疑う向きもあった。逆に、見聞集にある著名が、 日本道防護園の他に、元吉原の絵図などにも見えず、伏見町、境町は、漢文年間に、江戸町二丁目裏に新たに造成された、町名、揚家町は、明暦大会以降、新吉原移転後に設けられた町名ということが、定説とされていたこともあって、見聞集を議書とみなす根拠にもなっていた。見聞集の成立時期が、漢江後期まで下るとすれば、 吉原町の開設や新町、住町の造成時期については、日本道房護園と矛盾しないが、新吉原以降とされる伏見町、境町、揚谷屋町などの設置時期には疑義を残している。なお、小野進は、現な三年の奥垣のある、徳永種久公の江戸下りの城に、住みちゃう、吉原の町名が見えることから、吉原町の開設時期は、 県文集の成立時期にかかわらず、日本道防護園の現在4年11月よりも、遡る、可能性がある、と指摘している。牧一、江戸町河原付きのことに、慶長6年11月2日に、駿河町のカウノジャウから出火した火災で、江戸町が消防し、ご奉行集が板吹きにするよう指示したおり、本町2丁目の滝山やじべえが、 街道に面した屋根の半分を河原で吹き、後ろを板吹きにしたため、半瓦原矢地べと呼ばれた、としており、今は、江戸町境みな、河原吹きとなる、云々とあることについて、1924年の高橋、ひ氏、慶長見聞集については、江戸で、瓦原吹きが普及したのは、商法の頃というのが定説であり、慶長年間に普及したとは考えられないと指摘した。 写本は、国書総目録第3巻に、国会内閣偶書同兄弟兄弟、総大東北大狩りの秋田都市領土を狩りや天理の14種があり、この他に、日本古典籍総合目録データベースに、茨城大菅都公文書、11、12と、別本大鈴、矢野堂の4種がある。文久3年の斎藤月神、水を小三章には、 見聞集はどこかの家の秘蔵書であったものが、天保の頃から世の中に流布した、とある。金庫文芸音痴総書の小宮山康介の解説には、鈴木白藤の家影からの引用として、文化十三年に、近藤忠祭と鈴木白藤が、三浦氏から、見聞集を含む秘書数種を借り出して写したことが見え、また、金蔵氏修正本国の定本となっている。 秋田県立図書館本の文政三年書写時のバツに、見聞集は当時おやり奉行だった、三浦泉家の秘書だったものを、鈴木文左衛門のが借り出して写した胸が見えるため、写本のルフモとは、上神の子孫の家だったことが確からしい。ただし、戸田の水の紫の一元が、見聞集を引用していることが指摘されており、また、上神の子孫にあたる安城院の歌集、 心の月の署名について、見聞集に、仏典からの引用が見えることなど、ルフしたとされる時期より前に、内々に、知人や関係者に見せていたと思われる節もある。以上、電車の過程に関するつてと、除罰の情報を整理すると、下記の通り。近藤便乗史跡集乱形長見聞集、近藤活版書。 1884年定本、内閣文庫本近藤便庁、改訂史跡集来第十冊見聞集、近藤出版部、1901年定本、内閣文庫本派賀八市、慶長見聞集集陳名著文庫、不残望、1906年小本、雑誌集全慶長見聞集国民文庫観光会、1912年、 江戸総書巻の二慶長見聞集江戸総書館公開、1916年、勝勝寺、慶長見聞集、竹内利美、平山俊次郎、日本庶民生活資料修正。第八巻31書房、1969年、定本、書料部本中、丸和博、慶長見聞集、江戸資料総書新人物往来者、1969年、定本、 内閣文庫本家、田戸三次夫、金蔵市修正第56巻、第57巻、東京堂、書店、2016年2017年定本、秋田本に、の近藤敏長、海底史跡集乱は、内閣文庫本を定本としているが、定本にある巻4、山梨三郎とんせいのことの冒頭、三氏は、本太史三郎という兄弟の物上州に有志家の一文が、脱落しており、 世に十を浴びて、から始めている、という特徴がある。同じ脱文は四、雑誌集五、江戸草書六、古典研究にもあり、六は、海大から底本が二であることは明らかであるが、四と五も、海底史跡集乱を底本にしていると見られる。ありがとうございます。